はい、こんにちは、ぬれねずみです。このチャンネルはですね、テレビのドラマを見ながら感想を言っていくというドラマ応援チャンネルになりますので、よろしくお願いいたします。で、今日はですね、BS テレ東で放送されてます、こちら貼ってますですね、歌舞伎町弁護人凛花ですね。はい、そちらの感想になりますので、よろしくお願いいたします。で、あらすじですね、まず言っておきます。父花太郎の失踪で、いやいや歌舞伎町に来た女弁護士凛花が、慣れない町歌舞伎町で起こるトラブルを解決するドラマと。はい、そんな感じになってます。で、登場人物がですね、こちらですね。はい、ピンと大体合ってますかね。はい、凛花さんですね。凛花さんが、女弁護士が朝倉亜希さんと。で、女弁護士さんのお父さんですね、が花太郎さん。まだね、動いてるの、まだ6話なんですけど、まだ動いてるのは見たことないです。はい、そんな感じです。で、あとその同じ事務所の方がですね、武田浩平さん演じる牛島さんと。はい、で、あと桃さんですね、桃さん、元の同僚ですね。はい、そんな感じです。で、今ね、まあそんな感じですね。はい、元同僚と感じです。で、あとはですね、おかまのしのぶさんと。はい。で、今日は後からね、話するんですけど、二村さんですね。今日ゲストさんですね。不老者役で二村さんと。で、こちらの二人ですね。こちらの二人が、ホストですかね。歌舞伎町のホストの役ですね。で、こっちが IT 社長と。はい。そんな感じになります。で、6話ですね。自分1話から、まあ、ずっと6話まで見てきてるんですけど、基本はね、楽しく見てますって感じです。で、今日お話しすることがですね、1がですね、朝倉亜希さんですね。主役の朝倉亜希さんについてと。はい。で、2がですね、まあ、先ほど言ってた、こちらに写真ありますね。こちらに出てきました。今日、不老者役で出てらっしゃいました、二村幸則さんですね。ピント合うかな。こんな感じですね。はい、そんな感じです。で、3番ですね。まあ面白かったところ、あとまあ今後の展開って感じですね。はい、そんな感じになります。で、皆さんね、どんな感じで見てらっしゃいますかね。はい。で、自分が楽しく見れてるっていうのは、まあ、自分もね、新宿に住んでるんで、あそこが映ったとかね、ここが映ったとか、ここがどこなんだろうって、まずそういう楽しさからね、入ってる感じになると思いますって感じですね。で、朝倉亜希さんに関してなんですけど、まあ基本はね、声に特徴がある人ですね。だから自分も、どっちかといえばちょっと甲高い目の声が特徴の人ですね。あとは多分、全然関係ないんですけど、歌手の方とかでも、その人によってこの音強いよね、強いっていうか、なんかそのオリジナリティのある音っていうこともないですけど、まあ昔で言ったら、まあなんだっけ、昔で言ったらっていうことは、まあ井上陽水さんとかもそうですよね。もう声に特徴があると。はい、ですからもう井上陽水武士みたいなそんな感じになるって感じなんですけど、この人とかもそうですよね。うん。で、そこが、まあ、自分もね、声楽とかのもう、専門とかじゃ全然ないんですけど、どこが耳に残るのかね、その辺はね、ちょっと、音とか、それこそ、歌手の方とかね、いろんな人の声を聞いてらっしゃる方の意見、何が耳に残るのかっていう、その辺はね、ちょっと謎なんで、その辺も、まあ、教えてもらったら嬉しいですって感じですね。はい。まあ、あと演技に関してもそうですよね。だから演技が、声だっていうことに関して言えば、あとそのインタビューですね。本人のインタビューとかも聞いたんですけど、やっぱりどっかに特徴があるんですよね。だからそれはもう一つの武器になると思うんで、その辺も含めて見れてますって感じですね。あとは、朝倉亜希さんに関して面白いのは、やっぱ セリフ回しが面白い。まあそれ声によるものだとは思うんですけど、あとはこちらですね。基本的には、まあ今日のゲストも、6話のゲストですね。まあこちらホストの方が出てこられたりとか、するのはするんですけど、朝倉亜希さんも十分なんかね、安っぽい水商売っぽい感じがするんですよね。あれなんでですかね。多分皆さんもなんとなく感じてらっしゃる。なんか安い女だなって。まあ、言葉悪いですよ。言葉は悪いですけど、弁護士っていう固い職業についてるのに、お前どっちもどっちだろうと。うん。その辺がね、このドラマの面白さって感じですね。ですから、まあ3の面白かったところにもつながるんですけど、まあ今日も、ですね、今日6話でですね、最初はなんかですね、まあネタバレになりますけど、最初なんか僕たちがなんか手伝いましょうかってなんかホストの方がこう朝倉亜希さん、朝倉の凛花さんにですね言ったんですけど、いやいいやって断って、なんでで断ったけど、やっぱりちょっと頼むって言った時に、いやなんで自分らのことをホストのことを見下してるんでしょうとか言ったら、朝倉亜希さんが、だってモテない女みたいじゃないみたいな、もう安いですよね。だってモテない、だからその朝倉さんの言い分としては、そのまあ自分も仕事を依頼、そのホストの方に仕事を依頼したいんですけど、なんか一緒に歩いてるのを見たら自分がなんかモテないやつに見えると、はた、から見たらですね、だからそれがねやっぱ面白いですよね、その辺のそのなんか安さ主人公なのになんか安っちい感じ、そこがねまあ楽しくて見てるのかなって感じですね。ですからまあ
これも怒られるのかな、あんな弁護士いないって怒られるかもしれないですけどね。いてもいなくても自分は面白いからいいと、うん、そんな感じですと。はい、で次は2ですね。これまあぜひちょっとここまで持ってるかわかんないですけど、2がですね、あの不老者役ですね。不老者役で出てらっしゃいました、こちらもゲストさんですね、二村ゆきのりさんですね。はい、あの自分もね初めて知ったんですけど、この人の演技がねいいっていうか、まあ自分好みですよね、好みに合ったって感じです。で何がいいのかっていうと、基本的にはですね自分が見てて、あ、耳のいい役者さんだなと、うんって感じがしました。で耳のいい役者さんっていうのは何て言うの、相手のセリフを聞きながら自分のセリフをポツポツ置いていく感じの役者さんですね。うん、そうです、そんな感じで耳のいい役者さんと、うん、それはなんとなく見てて分かりますね。うん、そんな感じです。で、あ、まあ多分合ってると思うんですけどね。それがもし全然聞こえてなかったら自分が耳の悪い役者になっちゃうと思うんですけど、はい、一応そんな感じです。で、あと所作がいいって感じですね。まあ今日で言えば、あれなんだろうね、コンポタージュなのかな、なんか黄色っぽい缶みたいなの持ってたんですけど、それをカチャって開けるその仕草とかも、なんかちゃんとしてると。うん。なんかわかんないけど、うん。だから所作もきっちりしてると。はい、そんな感じですね。で、あとはね、セリフをはっきり言う。これはまあ、どっちかといえば、なんとなくの雰囲気でやっぱりどうしてもセリフ、まあなんとなく空気というのでセリフを出してらっしゃる方とかも結構多いんですけど、この人に関しては基本的にはもうセリフって今日もうそうなんですよ。一応言っときますね。最初のセリフがですね、あは、うふふわ、あ、これね、うふふわって書いたんですけど、なんとも言えない声ですよね。あなのかふなのかよくわかんないような声をこう先出すと。うん。で、その次が、あーあーあーですよね。で、その次のセリフが、あーです。で、その次が、やっとセリフらしいセリフで、いたけどパトカーがうるさくてと。はい、そんな感じですね。で、次が、来たよと。何言ってるか全然わかんないと思うんですけど、来たよですね。で、次がですね、走ってきてぶつかったと。うん、子供みたいな答えですね。そんな感じです。あと、で、次は、見てないと。うん。で、その次はちょっと一番の長セリフですね。だって、まだ暗いもん。それに、そんな大勢わかるわけねえよと。うん、そんな感じですね。はい。で、まあ、ここがちょっとキーワードになった感じですね。今日のドラマで。はい。で、次が、まあ、あと、1、2、3、4、5と。うん。それだけです。それだけなんですけど、多分ね、カメラマンとかも、こう、撮ってらっしゃる方も、なんか、ここは見せ場だぞって感じの中ね、ぐっとこう、力が入ってる感じもして、よかったなぁと思ってます。だから、いろんなお芝居みたいですね。何でもできそうな感じがするんですよね。イメージ的に言ったら。まあ、それこそ、ね、政治家さんの役とかもできるでしょうし、あと何できるかな。まあ、それこそ政治家と不老者と一緒なのかって言われたら全然違うんですけど、まあ、普通にできそうですよね。で、サラリーマン。そうですよね。そうです。まあ、とにかくね、なんかこう、ハッとする、あ、この人誰って言うと調べたくなる役者さんが出てきた時が、もうこのドラマを見てる楽しみですね。だからそういうのも、30分とか、まあ、どっちかといえば短めのドラマになるんですけど、そういうところでね、やっぱり、あっていう人に出会えたりもするんで、だからこそ、なんか、ドラマを見るのはやめられないと。まあまあ、一応そんな感じでまとめさせていただきます。まあ、皆さんもね、こちら、二村さんですね、注目してくださいと。はい、こちらですね。はい、いい感じでした。はい。で、この方ね、71歳なんですよね。若いですよね。今ね、50か60ぐらいだと思ってました。はい。71歳か、みたいな。それもまたちょっとびっくりしてね。で、結構固めのところとか、舞台とかもやられてます。まあ、倉本壮さんのやつとか出てられちゃったりとか、まあ、トンビですね。トンビの1話。あと、GTO の1話とかにも出てらっしゃいますね。これで見たの？何やってんだろう？一応ちょっと気になるから。書いてあるやつで言うと、大学の守衛役。まあそうでしょうね。で、八百屋の主人役。はい。で、植木職人の親方役と。で、まあそれだけですね。これに書いてるのはですね。一応そんな感じです。まあちょっと覚えておいてください。まあ覚えやすいんでね。一回見たらこの二村がひらがなになって、雪のりが、まあ、漢字になってるのは、覚えやすくもなってると思うんで。はい。そんな感じで、スタート。はい。で、3がですね、面白かったところですね。面白かったところは、もうさっき言っちゃいましたね。モテない女みたいじゃないと。そこがまあ抜群に面白かったです。もう安いと。お前安いぞと。ホストもびっくりしてましたからね。え、そんなことみたいな。そんな感じですと。はい。で、あと今後の展開ですね。基本は、先ほどの、もともとは六本木で勤めてたんだけど、なんか、金太郎さんがなんかどっか行っちゃったっていうような加減で、まあ、歌舞伎町に来たと。いやいやね、あんな汚い街でみたいなところでだったと思うんですけど、まあ、もうそろそろね、終盤に回ってくるんで、渡辺裕之さん、ちゃんと動いて出てくるんだ。まあ、そこが見どころですよね。
まあ一応写真、家というかなんかこう、事務所に写真かなんか貼ってあるのかな、そんな感じなんですけど、まだ出てきてないんで、まあそれでしょうね、見どころはね。普通に感じで、そんな感じ。だから最後の2話ぐらいでもうそろそろ出てくるんですかね。そうですよね。写真だけ出てて、主要登場人物のどんどん出てるのもすごいですもんね。なんか一言も喋ってねえじゃねえか、みたいなね。そういうのもあるんで、まあ、とりあえず、まあ、今後の楽しみとしては、まあ、渡辺裕之さんですね。はい、まあ、昔で言ったらリポビタン D ですかね。ファイト一発の人ですね。はい。出てこられます。で、自分が見たのではね、なんか別の中で、なんか寿司屋さんですね。寿司屋の大将みたいなのもやられてたと思うんで、まあ、その辺もね、おねの昭和の役者さんのファンの方とかも、おっよっと渡辺裕之さんって感じになると思いますんで、そちらを楽しみにしましょうって感じで、終わります。ぬれずみでした。失礼します。